パーートナーがいないな男性はもう一緒に始めちゃえばいいじゃないあらけさん今日いいことしか言わないもう僕はズル向けですから今日はズル向けだねほ、うんと女性が夢中になって追いかける男の特徴10選うーん 男を夢中にさせる魔性の女がいるように、恋愛においても女性を夢中にさせてしまうスーパーメンズがこの世に存在します。スーパーメンズ。顔がズバ抜けてかっこいいわけでもないのに、モテる男性いますよね。いるんだよね。そこで今回は、女性を夢中にさせる男性たちにはどんな特徴があるかをご紹介いたします。お味噌汁にはどんな具が合うか。女性を夢中にさせる男性たちにはどんな特徴があるか。女性を夢中にさせる男性にはどんな特徴があるか。略して、夢中追いです。 夢中いいい聞たことないですね今ドラマでも何でもこう長いタイトルのものこうやってね略しますからああ穴番とか穴してとかね、うん、そうですそうですだから夢中追い男性の特徴10個紹介させていただきますみそぐ夢中追い男性の特徴1つ目は多くは語らない多くは語らない芸人さんのようにプライベートとか仕事についてペラペラ話してその場を盛り上げてくれる面白い男性はモテますけれども、うん、女性を夢中にさせるのは実は多くを語らずいつも何か言い切らないタイプの男性なんです ですよ多くを語らない男性は女性からモテる以上に夢中にさせると多くを語らない分少しミステリアスな雰囲気も出て女性はどんどん気になっていきますずっちーなまた女性は男性を好きになる際見た目とかね性格だけではなくて男性のオーラ雰囲気を好きになることが多いですオーラの泉多くを語らないことはオーラを出す秘訣ですプライベートを語りすぎない男性は多くの女性を虜りこにしてきた可能性が高いでしょうプライベートは喋りすぎない方が いいんだね <laughs> 夢中追い男性の特徴2つ目どんなハプニングにも動じないどんなハプニングにも動じない男性と同じように女性の中にも酔った勢いを利用して気になる男性とお近づきになりたがる女性がいますまあ、いわゆるありがたい存在ね,そうですねありがたい限りなんですが大抵の男はその気持ちを利用してだいたいそこに乗っかってしまうようなんですね、うん、ただ女性を夢中にさせる男性はそのような簡単なテクニックには 動じません俺は大抵の男だむしろそういった軽いノリの女性を瞬時に見極めて逆にごめん帰るから距離を取るつわものもいるんですよ。強者と書いて強者ねこれには理由がちゃんとありましてそういった女性といると自分の評価が落ちてしまうからです。酔った勢いで距離が近くなる女性って素晴らしいと思うけどな。どんなことにも動じない男性は女性よりも理想やハードルが高いんですけれどもそこも女性を夢中にさせてしまう魅力の一つなんですね。うん軽い 女性にはついていかない。硬派な男性って素敵に感じ、安心感も与えることができるんですよ。女性を夢中にさせるには動じない方がいいんだね。夢中い男性の特徴3つ目は女の影を感じさせる女の影を感じさせていいんですか女性が夢中になりやすい男性の特徴で意外と多い,いのが女の影を感じさせる男なんですよ。うん。これは女性だけに言えることではないんですが、人は心理学的に人がいいと思うものをいいな、欲しいなと思ってしまうんですね。人が評価 すするものを魅力的に感じやすいと例えば、まあ、変な T シャツとかね、変な曲なんかであっても、それが流行っていたら、私も欲しいかもっと欲しくなるのと一緒でですね、自分以外の女性が狙っている男性は、他の男性よりも魅力的に見えてくるそうなんですよ。わかりやすいですね。なので、少しいい感じの人がいるくらいの男性が一番モテるんですよね。なんで、トータル的に女性には好かれておく必要があります。うん、しかし、あまりにも近すぎる女性がいると、彼女とか気になる なる女性から疑われててししまうので注意してください程よい距離感ね夢中追い男性の特徴4つ目スマートにおごれる男スマートにおごれる女性とのお付き合いで男性が常に気になることの一つがおごるかおごらないかという問題ではないでしょうかうんどれぐらいおごるとかね お金目的ではないにしても、食事を男性に奢ってもらうというのは、女性の一つのステータスだったり、男性を見極めるポイントになったりします。お金の出し方で色々なものが評価されてしまいますよね。また、心理的にご飯を食べさせてもらうと、その相手との立場が確立されるとも言われてるんですね。どういうことでしょう女性は奢ってくれる男性に対して悪く思ったりすることは一切なく、むしろ気づかないうちに上下関係が出来上がることもあるそうなんですよ。立立場を確立させる出費と ということか夢中追い男性の特徴5個目は褒めるのが上手。褒めるのが上手ね。女性性を夢中ににさせる男性はとにかく褒め上手です、うん、特に女性は自分は可愛くない。自分には釣り合わない。そんな自信がない性格の持ち主が多いので、その部分を安心させる褒め方をすると心を開いてくれるようですね。自信のないところを安心させる褒め方。それといつも周りのことをしっかり見ててくれているんだねというように、具体的に内面を褒めてくれるのがモテる男の 特徴です、うん、些細な変化とか内面の良さに気づけるのは恋愛でも使えるテクニックで女性に私のことを見てくれているんだと思わせることができます他の人が気づかないようなところに気がついたらチャンスっていうことですねその通りです、うん、なので足の爪とかねピアスとかねこう舐め回すように見た方がいいんですようんいやでもねチキンさん、うん、僕らはねもう一般企業に勤めてないじゃないですか、はい、だからだいぶ感覚が鈍くなってるみたいなんですけど、うん、もうダメみたいですよ<え>もうそういうのはなん したたららハラスメントトにすすぐなっちゃうからもうかももも髪のの毛切りましたねですらもうアウトの場合もあるみたいですからいや、もう何も言えねえです、ね。何も言えませんからね。そんな舐め回すように見るなんて冗談でも言っちゃダメなんですって。そうなんだなぁ。生きづらい時代ですね。生きづらい時代みたいですよ。じゃあもうこのチャンネルで思う存分発散しておきましょう。そうしましょうね。もし、あの、会社で言いたいことあってるけど、うん、控えてる方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄に書いていただいていいですからね。うん、思いの丈を。そうですね。もうぜひ活用していただいてね。うちの女性 社員が可愛いいいいですととかかかもう遠慮なく書いちゃってく書てださい知ららねえよとか言いませんから僕もそう思いますって返しますから。では、6つ目いきますね。お願いします。むい男性の特徴6つ目 LINE の返信が遅い。LINE の返信が遅い ?LINE とかね、メッセージなどのやり取りが遅い男性も多くの女性を夢中にさせているんですよ。うん、女性は男性からメッセージをもらった時よりも、返信を待っている時の方が長く相手のことを考えてしまうんです。まあ、男も一緒でしょうね。なので、頻繁にやり取りをしていた時に、 急に。9人 何時間も返事がなくなってしまうと忙しいのかなとかもしかしてやりとりが楽しくなかったのかなと女性はいろいろ考えますああじゃあ緩急が特に大事なのかな特に会話の途中で既読するになるとより女性は彼のことを気になってしまいます既読するって意外と勇気いりますよねしかし当然ですけれども放置しすぎると気持ちが冷めてしまうこともあるので、うん、夢中ににさせるののののが上手な男性ははその日日のうちか次の日には返信しますお米の保温時間と同じくらいか夢中い男性の特徴7個目さりげ なく,聞くばりができるさりげない気配りってアバウトだよね気配りができる男性は少なくないと思いますけども女性を夢中にさせる男性は女性の都合を優先したまさにレディーファーストな気配りができるのでそんな紳士的な対応に女性もドキドキしますレディーファーストを表現できる会会いいたたくくなったら相手の都合も聞かずに会いに行くという少年のような衝動的な行動も可愛いいと思ってくれる女性もいますけどもそれが毎回だとさすがに疲れますま してきますよねなのでそんな男性に夢中になるというレベルまでは発展しないことが多いですそこまではそういうタイプはいかないんだ女性を夢中にさせる男性はさりげなく車道側を歩いてくれたり長時間歩いた時は少し休もうかと声をかけてくれたり、うん、常に相手が第一の気配りができます 一番、ファースト、あなただね。ムチ多い男性の特徴8個目、エスッケがある。エスッケがある。エスッケがあるタイプの男性は多くの女性に好かれます。しかし、間違えてはいけないのが自然なエスッケに限ります。うん、自然由来のエスッケ。 女性にモテようとして自分の中にはないエスケを振りまく男性、時にいますけれども、それは違和感です。無理したらダメなんだ。その通りです。なので、この要素は先天的な部分が強いとも言えるかもしれないですね。うん、顔が赤いけどなんで俺のこと好きなの、うん、どうして欲しいのか言ってみてよ。など、自然なエスケのある男性は女性をキュンキュンさせるフレーズがスラスラ出てきます。もう考えないで心から言っちゃってるからね。そう。なので、 シチュエーションに合ったフレーズをさっとやる男性は本物です。根っからの S 個目スキンシップが上手な女性が男性を夢中にさせることができるように好きです。スキンシップが上手な男性も女性を夢中にさせることができるそうです。これでも難易度高いですよ。大人の女性になってくるとスキンシップは彼氏とか特別な関係の男性としか行わないようになりますよね。だからこそ男性側からスキンシップを取ることで私に ががあるるるのかなとと勘違いさせるこでできるんですよ触っていいんですかまた、あのスキンシップって何だったんだろう自然と頭の中はその男性のことでいっぱいになってしまっています。許可なく触っていいんですか女性を夢中にさせる男性は、まず頭を撫でたり、髪を触ったり、簡単なスキンシップを絶妙なタイミングで始めることができます。スキンシップしていい時間帯、場所、合図、すべて教えてほしいです。次が最後です。夢中い男性の特徴10個目たまに弱さを見せるあら、意外。 女性が夢中になる男性は、どんな時もかっこいい男性ばかり。 と思っていたら大間違いです。そうなの男性はプライドが高い生き物なので、自分の弱さを女性に見せることはなかなかできないんですよ。うん、それを女性も本能で分かっているので、ふとした時に、ちょっと甘えさせて、と男性が弱い一面を見せるとドキッとします。ふとした時にね。そして彼が喜ぶこと、元気になることをしようと女性は尽くすようになります。好循環が始まったぞ。しかしこれはかなり上級者のモテテクです。だよね。女性を夢中にさせることができる男性は、連鎖的に 的にどんどんモテていくので、一回流れに乗ってしまえば簡単に女性からのアプローチをもらえるようになります。そのベルトコンベアに僕も乗りたいですね。ということで、女性を夢中にさせる男性、夢中追い男性の特徴を紹介させていただきましたけども。十。 なかなか難易度高いな高いですか ?10 個あるんで、一つや二つでもね、ちょっと実践していただけるといいかなと思ってますけどそうだなちょっとでも10個なかなか難易度高かったな、これは。高いですかね。いや、大体皆さんできてるけど、あと一歩って方が多いんじゃないですかそうか、そうか。まあ、できることから始めていこうかな、じゃあ。そうだね。のん、のん、どうしよう、今日なんか、ネガティブだな。 まずはできることから始めていこうかな。うん、そうそうそう。そうかそうか。うん、じゃあちょっといいですか僕からもあ。あります？う,ーんうん。いいですか？いいよ。毎日四時には飲み始める。 ちょっと早いんじゃないが、うん、せめてあと2時間頑張りたいところですよね。まあ、それで早く寝てね、また次の日早く起きて運動するとかならまあいいんじゃないかと思いますけども、本日は女性が夢中になってしまう男性の特徴ということで、うんうん、夢中で頑張る君へエールをって感じですかいや、そんなお部屋探しの意味合いないんですけど。どうですかチキンささんは女性性を夢中ににせる男性に 一歩ずつ近づけてますかいや残念ながら僕も紹介しながら考えてたんですけど、まあ、まだまだできてないところあるかもしれないですねうそうですよね、はいまあ、自分が夢中になっちゃうことはあるねそうだよね自分が夢中になっちゃう側になるんですねあ,あ,そ,あそれはもちろんもう1一3回くらいは誰かにこう夢中になってますけどそんな今日のテーマ夢中っていうところなんですけどね夢,夢中うん夢中についてちょっとねうこれ昨年の4月にですね株式会社ハクホード DY マトリックスさんが子供を持つ20代から80代の女性240人を対して 以上にですね、うん、母親が夢中になれることと幸福度の関係把握というテーマでこのアンケートを行ってるんですね母親が夢中になれることと幸福度の関係把握、はい、これねまず最初に<う>あなたは現在子育て以外に日常の中で楽しみながら行っていることや好きなこと夢中になれることが一つでもありますかという質問をしたんですね子育て以外に趣味とか好きなことありますかと、はい、<う>でその回答として、うん Yes, はいと回答した母親は77.1%だったんです、うん、まあ多くの方が自分の好きなことを楽しみながら過ごしているということが明らかになりましたじゃあ大半のお母さんは子育て以外に夢中になれているものがあるとそういうことですねいやいいことじゃないですか、うん、まあ、逆にないと回答された女性も22.9%いらっしゃったということなんですけども、うん、そんなですね240名の母親の皆さんに さらにこんな質問をしました2二つ目の質問、はい、人生100年時代においてあなたは100歳まで生きたいと思いますかとあなたは100歳まで生きたいですかとこのアンケート結果は1つ目の質問で夢中になれることがある と回答した母親の方ね、さっきの77.1%の方たちですね、のうちの27%が、まあそう思うと、100歳まで生きたいと回答されました。うんうん、逆に、夢中になれることがないと回答した22.9%の母親の方たちは、そう思うと答えた方、そのうちの18.2%だったんですね。はい、これ比べると、夢中になれるものがある女性の方が、100歳まで生きたい願望が約1.5倍高いっていうことなんですよ。 夢中になれるものがある人の方が長生きしたいと、やりたいこといっぱいあるからですかね。うん。うん。ま、最後にですね、そんな女性たちにもう一つだけ質問をしました。あ,<ら>あなたは、子育てが終わってからの人生も充実していると思いますか子育てが終わってからの人生も充実していると思いますかと。うん、<う>これに関しては、夢中になれるものがある 方とない方で、実は大きな開きがありまして、大ききな開き子育てが終わってからの人生も充実すると思うと考えてるのは、うん、まあ先ほど夢中になれることがあると回答した人の方が34.6%で、はい、ないと回答した人たちは、なんとですね、7.3%だったんですよ。あ<ら>これ、約4.7倍です。4.7倍。はい、もうほぼ5倍ですね。はい、かなり差がありますね。そうなんです。要するに、今夢中になれるものを持ってる人の方が、 うん、子育てが終わってからの人生も充実する。 とと考えててる人が多いっていうことなんですよ趣味があるママの方が、うん、アフター子育てライフも楽しみだと。その通り、<う>母親は子育て以外に何か夢中になれることを見つけることで、うん、子育てを楽しく明るい気分で取り組むことができているだけじゃなくて、うん、子育てが終わってからの人生も幸せになりそう、充実しそうっていう期待感を持てるっていうことなんですよ。うんつまり何が言いたいか分かりますか、チキンさん。全然分かんない。僕たち男は、そんな女性たちを 幸せにすすることが使命ですよね間違いないだから女性に何か夢中になれるものを見つけさせてあげられる男こそが女性を本当に幸せにする男なんじゃないかなとあ,あなたすごいいいこと言うじゃないいやあなたすごいこと言うじゃないなので、うん、今日僕からはね大人のの女性の趣味についてそうだよね何か夢中になれるものを見つけさせてあげる、うん、やらせてあげる、うん やらせてあげられる男こそ、真の男だもんね。うんうん、そう本物のズル向け男ですよ。本物のズル向けだ。ということでね、私、タッキーからは、うん、女性の趣味にこんなんどうですかと、いくつかご紹介させていただきますので、もし今見てくださってる女性視聴者の皆さん、まあ、数少ないですけども、女性視聴者の皆さんはね,いね、いいなと思ったらぜひやってみていただいて、うんまあ、あるいは、 パートナーがいる男性ああ奥様がいる男性はね,ね、はい、お相手の女性にこんなやらないこんな趣味どうちょっと提案してみてほしいんですよすいませんあのパートナーがいない男性はどうしたらいいですかもう一緒に始めちゃえばいいじゃないあらタキさん今日いいことしか言わないもう僕はズル向けですから今日はズル向けだねほんとということで私タキからは、うん、女性の皆さんにおすすめしたい趣味,趣味ちょっと トップ35だけご紹介します。35もあるの本当は3万あります。確かに3万のうちだったら35だけってなるけども。この世は相対評価だからね。相対性理論語っちゃったね。まずは、インドア女性におすすめの趣味です。インドア女性におすすめの趣味これいきますね。15個あります。あ、1五個ね。はいはい。つ目、アクセサリー作り。うん、2>, 2つ目、裁縫編み物。3つ目、アロマテラピー。4つ目、お菓子作り。5つ目、楽器演奏。6つ目、映画、ドラマ鑑賞。7つ目、ゲーム。ゲーム 三つ目、漫画。9つ目、イラスト、絵画。10十個目。 塗り絵。11個目、ネイル。12個目、ガーデニング。13個目、いけばな、フラワーアレンジメント。14個目、紅茶、コーヒー。15個目、お酒。あすいません。別に一個一個深掘りはしないんだね。しない。35個も全部深掘りしてたらもう嫌でしょ、見てる人もね。そうだね。だから今日は紹介だけ。その方がいいかもね。イケメだね。今15個紹介させてもらったんですけど、チキさんだったらどれを女性におすすめしたいとかってありますそうですね。僕はまあ、ゲームやるんで。あ、そうか、そうか。一緒にできるもんね。 演奏もするんで楽器とか、うん、そう,そうあとはそうですねちょっとエッチな目線でいくとそうですねイラストとかですかでエッチな目線でのイラストがよくわからないけど裁縫とかかなでもさこうやって提案してさあこんなんもんあるんだって思ったらさ、うん、そっから深掘りすればいいじゃない確かにねだから触りだけねポンポンとご紹介させていただいて、うん、きっかけにはなりそうですねパートナーとか奥様とかに、うん、こんなんどうかなって言ってほしいんですようんそうだね 続いてね、スポーツ女性におすすめの趣味。あ、そうか、三十五巻だもんね。スポーツ女性におすすめの趣味。一個目、ゴルフ。二つ目、ウォーキングやジョギング。三つ目、ヨガ。四つ目、スポーツジム。五つ目、キックボクシング。六つ目、水泳。七つ目、サイクリング。八つ目、ダイビング。タたきさん、スポーツ男ですけど。どうなんですか、これ、一緒にやるなら、これみたいなのあります。これはね、僕はね、あの、サッカー好きじゃないです。かサだからね。そう、サッカーはね、結構、好き嫌い分かれますね。あ、入ってないですね、サッカーね。そうなんですよ。太さが。 も一緒にやろうかなって思った時あるんですけどどうしてもね男性比率が高いのでそういうことか女性もね1,2回入ったらね引いちゃうんですよねちょっと私ちょっとね周りに女性もいないしってなっちゃうんでだから今言った8つは女性が割といるジャンルじゃないかなと思うんですよね、どれがいいんですかやっぱおすすめというかキックボクシングなんかね興奮しちゃうよね興奮しちゃう興奮じゃなんでやっぱエッチな目線でね そうですかうんじゃあ次アクティブアウトドア女性におすすめの趣味アウトドア女子におすすめの趣味うんいいね1つ目キャンプ二つ目登山3つ目銭湯日帰り温泉4つ目カメラ5つ目食べ歩き6つ目カフェ巡り7つ目居酒屋巡り8つ目パワースポット神社仏閣巡りキャンプ一緒にしてくれる人はぜひコメントください。 山の中で美味しいインンスタトコーーヒ入れますそうだよね、チキさんはね、キャンプがね、いいね。好きですからね。あと、キャメラっていうのやめてもらえないのね。え、あのカメラの時キャメラっていうのさ、言ってました。ああ、全然気づかなかった。なんかちょっと山城慎吾さん感じちゃうから、やめてくんね。山城慎吾さん、出てきますね。最後にね、キャリア志向女子におすすめの趣味、だけ4つ。キャリア志向女性向けの趣味。キャリア志向女子、はい。まあ、いるじゃないですか、そういう女性もね。1つ目、英会話。2つ目、パソコンスキルの習得。3つ目、デザインスキルの習得。い犬。4つ目、 プロググラミンスキルのまあちょっとパソコンと似てますけどもそういうことねそういうことのキャリア志向とかそうそうそうということで35個まああとはフラワーアレンジメントとかもいいかもねお料理教室とかねいいかもねいろいろありますね3万あるからうん3万あるからさ3万あるああそっかそうそう3万言っちゃうと時間がそうなのそうなの代表的な35個もっと言いたいのはいっぱいあるんだけどあるんですねそうそうそうということで3万あるからさうん ちょっと提案してみたらどうかなと。人数的にも多くて、やりやすいし、始めやすいしみたいなね。結局は、その、夢中になるものを見つけさせてあげられる男になってほしいから、俺は。いいこと言うね。うん。いいんじゃないただ、男性自身もね、夢中になれるものがないとダメですよね、もちろん。まあそうだね。はいはい今言った35個の中でね。もしない方は。だし、そう、女性にも夢中になってほしいし。うん。 映画を送り合えばいいってことですよね。だからさっきお部屋探しやってないって言ったじゃん。いいですか結論の方。女性を夢中にさせる男性は、頼りになるけど少し抜けてる。多くを語らないけど容少を褒めてくれる。そんな絶妙なバランス感覚を持っている人のことのようです。先天的なもので決まらない要素も多いので、自分磨きをして経験値を積んで余裕のある男になりましょう。僕はもう10年以上、石田光さんに夢中です。 チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますコメントも大歓迎ですモーニングドッグショーは平日毎日おしゃべりしています18時配信です音声配信アプリスタンド FM では365日毎日ラジオトークを行っています毎朝お耳だけ拝借させてくださいそれではさようなら